今夜のヒロインをお連れしました。クイーン。ああ、なるほど、こりゃ前評判以上だ。来なよ。阿久津さんの噂はかねがね、有名人と会えるなんて。まあ座んなよ、疲れてるとこ釈放しろなんて言わね。半端じゃなく高いんだよこの酒。そんなこと。そして100万円入り。誰にとっても大金ですよ。ほう、弁護士にとってもそうなのか。白崎先。どういうことですか。前にも RK に探り入れてきたんです、この女弁護士。そん時は河合のことを聞き出そうとしてきました。神室町はさ、怪しい動きするやつはすぐ情報が伝わって、俺や相馬の居所をこそこそか。それが今日は弁護士の。なんで俺んとこに来た。どうやらまずい状況みたいですね。弁護士の割には鈍いな。まずい状況なのは私ではなく。なんだ。よう、思ったより探すの大変だったよ阿久津。なるほど、沙織ちゃんの糸引いてたのはお前か。久しぶりだな、三下のお前が。組抜けてから小山の大将だって。笑わせんな。三下はてめえだろうが東、お前らだけで乗り込んできた根性は買ってやるよ。てやがる、お前は一度拾った命だったのにね。まだこっちは全員出揃っちゃいないよ。ああ、本当にぶっ殺してえのは相馬の方なんだがよ、とりあえず今夜は、てめえらで我慢してやる。カイト、てめえまだ殺されたんなかっただよ。じゃあ戦いのゴングを鳴らすのは今日ここまで頑張ってくれた沙織さん、頼めるかな。え、美人が鳴らすゴングなら余計に気合も入るってもんだ。おう、一丁景気いいの頼むぜ。そうですか、ではお三方やっておしまい。おーやー、
もう逃げらんねえぞ、阿久津。これでゆっくり話せるな。相馬はどこだ？あいつはどこに隠れてる？知らねえ。あいつは俺以上にコロコロ居所が変わるんだよ。なんだよ、結局お前もあいつの駒か。あいつはなんだ？お前らはなんであいつの言いなりになってんだ？相馬はどんな相手の嘘も見抜く。昔からそうだ。敵の言葉だろうが味方の言葉だろうが、ごまかしが効かねえ。裏切り者がいりゃそいつが動くよりも前に殺す。どんなに遠くだって見えて、かすかな匂いだって嗅ぎつける。だから俺はあいつにだけは嘘をつかねえようにしてきた。この業界で生きるには嘘を見抜く能力に限る。アホか、そんな便利なもんあってたまるかよ。お前は何も分かっちゃいねえんだ。あいつには先が読めるんだよ。登場会を抜けるのだって誰より早かった。普通組み抜けるには大金がいる。上に金詰めなきゃ殺されたって文句は言えねえ。極道ってのはそういう世界だ。誰に向かって講釈垂れてんだ？けど相馬よ、登場会に先がねえと踏んだ途端国から飛んだ。上に一言も伝えず金も積まずに出て行っちまった。そんなのタダで済むわけねえだろ。だよね。だから俺は奴が飛ぶと知った時忠告したよ。お前消されるぞってな。だが相馬は笑って俺にこう言ったんだ。この組は終わりだ、俺が殺されるわけがない、余裕だって。むしろ俺にお前も抜けちまえ、何も気にすんなと逆に忠告してきやがった。どういうことだ？あの頃もう登場会って組織には組抜けるもんまで構ってる余裕なんてなかった。それを相馬は見抜いてたんだよ。で実際無断で組抜けたのに、あいつには誰も手出さなかった。確かに相馬はスルッと組抜けた最初の一人でした。目端が効くのは間違いねえ。登場会が先細ってく間、あいつは地下に潜って RK のネットワークを一人で作り上げちまった。それでお前は相馬のパシリになったわけか。俺に相馬を仕切る器はねえよ。 RK に引っ張り込まれた時から阿久津相馬公安。じゃあ相馬が河合信也をカムロ知らねえ桑名を追う理由は、なら相馬と公安の知らねえ。まさかな。なあタボ、ん？もし、ああ、公安って狙われるのは右翼とか、もともとそこにいるメンバーの弱みに。公安は自分のエースを見つけて育てる。だがな、例えばすると警察の情報にやたら詳しく。じゃあさっき阿久津が言ってたろ、相馬は解散したの組員が。だがよ、そいつが登場会のこともカムロ町の動きも手に取るようにわかる。だから相馬は、ねえ、登場会からあぶれたヤクザたちのその手の奴らを、実際 RK は今も俺とか元登場会の極道、つまり RK って組織、公安のやりそうなことではあるぜ。そいつらを一から調べ直すより把握できてる組織を。でもそのリーダーを公安が、ズブズブの癒着じゃねえか。相馬が公安の、何が、あいつには、こ、相馬が本当に公安で、今俺らが話してたことを奴が聞いてたとしたら。おい阿久津、相馬は誰にも今の話を聞かれたくねえはずなのが。